ペーサーが外れていよいよレースが加速し始めます。一番後ろから菅野幸喜が早くもロングスパートを仕掛けていきます。今2番手イエローの相川英吾がちょっとそのブラックの菅野を見やりましたが、そこは前に出たのが菅野です。そしてその外側からレッドの砂川が来ている。砂川がここで一旦前に出る。周回数を確認しながら残り2周。さあレッドの砂川優太がトップ、2番手ピタリとつけたのが菅野幸喜です。そしてイエローの横ホワイトの鈴木リックがここで3番手に上がってきた。ジャンが鳴ってファイナルラップ、鈴木リックが2番手に上がる。さあ3人が並ぶ形、まだトップは、いやここでリックが出る、リックが出る、リックが前に出た。ホワイトの鈴木リックが前だ。2番手にイエローの相川英吾がここで来た。長い距離を踏んで相川がどうか。